第101両製偵察大隊。隊員は、式典では赤い水着を着用。第101両製偵察大隊第101両製偵察大隊は、中華民国陸軍航空特戦指揮部下にある、フロッグマン部隊。通称、海流河津兵、水着。陸軍部隊ながら、海上で活動し、水陸両用偵察、輸送護衛、海南救助を任務としている。 両岸対立時代、海流河津平和離島防衛及び、大陸反抗部隊として夜間に敵地に乗り込み、将兵の打歩や、破壊活動といった任務を行っていた。潜航及び訓練は12週間にも及ぶ。最初の7週間は、基礎訓練であり、炎天下や寒冷状態など過酷な状態における、長距離走、体操、水泳、潜水といった訓練を受ける。 7周目は試験期間となり、2km を1時間で泳ぐことや、3km を11分半で走ることなどを要求される。第2段階では、ボートの操縦、カモフラージュ、ラペリングなど山岳地帯での訓練を行う。最終段階では、地獄の72時間として13度の水に長時間泳がせることや産地での模擬船などで候補生を追い込んでいく。 これらの訓練によって最終的な脱落者は志願者のうち80%にも上るという1個ホ部ブレント3個偵察連で編成されておりホ部ブレント1個偵察連が金門県、宝庫県と場所等にそれぞれ1個偵察連が拠点を置いている。ありがとうございます。